という作品を聴いていただきました。今日の演奏を務めていただいております岩田浩二とトライデントの皆さんにもう一度大きな拍手を頂戴いたします。時間がかかるということで演奏はしないようでございます。今日は実はまあ北さんというのは本当に交友関係の広い方、まあ、北さんの人柄をしの、忍ぶと死んでいませんから、ね、人柄を、まあ、自分の本当にとっても大切な友達としてお付き合いなさっている方が、無理に剣を交わされたと思うんですが、水野実先生作詞家、それから宮野舞先生、今日このどこかでまたこのステージをご覧になっていらっしゃると思います。ご報告を申し上げたいと思います。さあそれでは今度はてっぺいちゃんね、岩田さんのギター演奏とともにご披露を申し上げる、また違った彼の一面を見ていただければと思います。そう難しいタイトルなんです、うん、風の中の芥という作品を塚原てっぺいさんにお願いしましょう。立って
この歌はですね、先ほど松原さんと話した時に、僕は宮治治師匠の付き人をしていた時にですね、聴かされた一曲なんですよ。どういう時期に聴かされたかというと、僕はその付き人を7年間やってる時に一度だけ、もう田舎の熊本へ帰ろうと思った時期に師匠の自宅に呼ばれまして、この曲を、てっぺ俺は口でうまく伝えることができないけど、この曲を聴いて今のお前の心境にぴったりだからということで、この曲を聴かされてですね、ああやっぱり歌手になるまで頑張らないといけないなと、そういうふうに思った曲を、今夜のですね、岩田さんの、演奏で歌ってみました。今日はあの北哲郎さん、僕にとってあの北哲郎先生にも値します。その北哲郎さんには本当にあの僕が、デビューする前から大変本当に、可愛がっていただきまして、その例えば岩倉で、五条川の桜祭りがある時には必ず呼んでくださったり、そしててっぺ岩倉に来た時には必ず岩倉の歌を歌えよということで、歌う曲があるんです。その曲は愛岩倉という曲なんですけども、その曲はまあ一人で歌う曲じゃないんですね、デュエットの曲なんです。そこで先ほど歌っていただいたですね、岩木大ちゃんにちょっと手伝っていただきました。